釈迦夫婦からいただいたなんか記念のマグカップね。もうすぐ多分生まれるでしょ、あそこも。生まれたらとりあえず6年分のおむつでも送ってあげようかなって。いや、なんかいろいろやっぱその自分の母さんなり周りにいる友達に聞いたけど、その子供のやつで一番ありがたいのはもう消耗品。うん、服うんぬんとか着れなくなるから消耗品だってさ。おむつは多方面から送られてくるから超迷惑。あ、逆に？じゃあもう牛一頭とかにするか。やっぱいいミルク使ってくれっつって乳搾りしたら常に美味しいミルク飲めるぞっつって。まあでも金が一番嬉しいよな、ぶっちゃけ。蜂蜜だけは送るなよ。なんかダメなの？蜂蜜って。蜂蜜死ぬの？でも俺小さい頃、一番最初に食ったの蜂蜜で、やっぱこの甘さたまんねえなーって一言喋ったっきり、そっから2年言葉を交わさなかったらしいけどね、俺。初めて喋った言葉がこの蜂蜜甘えなって言ってたらしいよ。なんか壺に入ってて、手突っ込んで。ガキの頃思い出すぜって一歳にも満たない俺が言ったらしい、うん、そう、蜂蜜食べたいなじゃなくて蜂蜜食べてるなって言ったらしいよ。まあでも子育てとかに関してはスタヌーとかの方に聞いた方がいろいろ助けになりそう。やっぱ先に子育てしてるっていうのもあって、スタヌーが子育てのメタ教えるって言ってた。あ、いいね。今日じゃあ子供作らない、もうできてるよ。もうそろそろ生まれんじゃないかな。だから霊が、だからいつも配信で加工してんのはそのお腹の大きさバレないようにするためだから、今日生まれんじゃないかな。もうやっぱまだちょっと、まあ田舎もんだからさ、病院とか怖いから、まあ自分たちだけで出産しようかなとは思ってて、まあ俺が受け取るんだけど、まあ一応インターネットでその作法を調べたから、足でしたら引っ張れって書いてあった。あ、それ逆子ってんだ。で、へその方が絡まってたら試せって書いてあったね。まあ俺も一回死んで生まれてるから、実はまあそれぐらいのやっぱりリスクは背負ってこの世に生まれてもらわないと、俺のやっぱ子供として生まれるんだったらやっぱ一回死んでから生まれてくんないと、まあうちの子供として生まれてくる子供は幸せ者だと思うよ。まあ親父は俺だけど、母親が霊かって、まず多分その辺に行くお店よりも飯がうまいし、母ちゃんの飯うまいって最高じゃない？別に美味しくなくても、お袋の味っていう補正がかかるのに、プラス美味しいからね。幸せ者だと思うわ、うちの子供は。仮にもしデブになったとしても、まあ、デブの心得は俺が全部教えてあげれるから、うちの家庭においてデブっていうのはマイナス要素ではないから、いやだからなんか、ね、父ちゃん俺今いじめられてんだって言われたら、聞かしてみー言うて、こういういじめにあってるって、ああ甘い甘いって、お前ボコボコにされとったぞー言うて、あとお前ハゲるぞって言って、俺がこれやからっつって、ハゲとデブの体勢は常につけとけよって、お前絶対ハゲるぞ、あと脇がなお前っつって、お父さん今手術してるからあれだけどって、お前絶対脇がやぞっつって、脇がだしデブだしハゲるぞっつって、もうしょうがないね、これ受け継ぐから、デブで脇がでハゲは全部もう受け継がれる遺伝子だから仕方ない。いや女の子だったらもう多分一生結婚させないね、もう本当に。彼氏連れてきたら俺がもう家からは返さないから、多分埋める。いやいい人とか関係ない、そんな埋める。いやいや、釈迦が好きなだけであって釈迦ジュニアが俺好きなわけじゃないから、プラマイゼロにはならん。それに別に、うちの娘とか息子とかが好きになるとは限らんし。娘が連れてきた彼氏が打足？いや、埋める。埋めるでしょ、そんなの。ただの埋葬？殿！いや、でもすごいよな！殿もあと5年したら50よ！みんな！ 50！ えぐいって！いやだから本当に、だから
50行ってまだ配信して、あんな朝からわけのわからん揚げ物作ってたら、夢しかないよな。マジで。まあそうよ。俺と同じ年代って時点でもう大体おっさんやからな。今20代後半ぐらいの人がいるんだったら、もう君たちがほんと花よ。